はい、おはようございます。島津です。ですね、今回は前世療法の体験談っていうのを、僕の体験談ですね、お伝えしたいなと思います。ですね、僕結構スピリチュアルにハマってた時期がありまして、ブームの時ですね、いろいろ勉強してて、でその中で前世療法っていうことを知りまして、やりたいなってなったわけですよ。で、ただ前世療法とかってどこでやっていいのかよく分かんなかったんで、あれですね、ワイス博士っていう前世療法の博士がいるんですけど、その人が出している CD ブックで、やりましたね。その体験談としてお話しすると、その CD ブック別に買わなくていいんですよ。これブログに貼ってありますからね、その音声とか。そのヒーリング的な音楽が流れてくるんで、それ聞いてトランス状態に入るんですよ。でそうすると CD の中で、あれがあるんで、リードがあるんで、リードっていうのは誘導してくれるんで、そのまま入っていけばいいわけです。入っていって、僕がね、たどり着いたのは、自分がヨーロッパかっていう確信はないんですけど、多分顔立ちがヨーロッパだったんで、2人でいたんですけどね、ある人と。その顔立ちがもう一人の人がヨーロッパだったし、自分もそれっぽかったんで、多分ヨーロッパだと思いますけどね、アングロサクソン系の。で、なんて言ったらいいですかね、ヨーロッパの庭園みたいなとこあるじゃないですか。ベンチがあって、お花とか咲いてるやつ。で、で周りがこう、上書き、生垣ですね。生垣がしてあって、要するに僕らお付き合いしてて、その人と誰にも見られないような場所で、いちゃこいしてたわけですよね。そしたら、ですね、その茂みの中から野犬が出てきたんです。野犬が3匹出てきて、で僕食い殺されちゃいましたっていう前世でしたね。でそのまま死んじゃったんですけどね。本当に焼け出てきて自分が死んじゃって、で、なんて言ったらいいんですか、痛みとかはその時は感じなかったですね、そのイメージの中では。でそれが本当にじゃあ前世のイメージだったんですかっていうのを聞かれたら、記憶だったかって聞かれたらちょっとそれは分かんないんで、確信は持ってないです。なんで一回やってみてください。ここに貼っといたんで、それでなんかね、5人やったら1人か2人ぐらいいけるみたいですよ、この CD ブックで。確か何かに書いてあったんですよ、これ。これやった人のレビューみたいなのがあって、それが本当だったら5人中1人か2人ぐらいは前世の記憶までたどり着けるみたいですね。はい。ものは試しなんで一度やってみていただけたらなと思います。で、もしうまくいったら、うまくいかなかったらでもいいんですけど、どんな感じだったか、コメントいただけたら嬉しいですね。いろいろお聞きしたいこともあるんで、コメント欄でもいいし、どこでもいいんでよろしくお願いします。では失礼いたします。